はい、こんにちは、つかつです。どうぞよろしくお願いします。今日ね、完全ね、風邪ひいてんですよ。もう喉も痛いし、頭も痛いし、でも完全だるいんですね。で、もう海原飲んでゆっくりしようと思うんですけど、もう毎日動画をね、撮っとこうと思ってね。で、ストックね、10本ぐらいあるんですよ。もう編集済みの動画は10本ぐらいあるんですね。でも、録画だけはちょっとね、やっぱり先にやっといて、あとは編集のみ残すみたいな動画はね、いくつか持っときたいんですね。動画はもうパソコンあればできるけど、録画はカメラセットしたりとか、いろいろね、やっぱ準備がいるので、そういうのはまとめてね、やっとこうかなとは思ってるんですけどね。はい。まあもう風邪ひいててもね、やるだけなんで、もうやりますよということでね。はい、やっていきましょう。で、今回紹介するのはこちらですね。ヨズリ16さんね。ヨズリ16さんの楽園という本なんです。で、これは太宰治賞を取ったやつなんですね。で、太宰治賞っていうのは千曲書房がやっている純文学の新人賞なんですよ。ただ純文学の新人賞って5つのね、出版社がやっているやつがあって、例えば文芸賞ね、スバル文学賞、群像新人賞、文学界新人賞、新潮新人賞の5つが基本なんですよ。プラスアルファ太宰治賞というイメージが僕はありますね。たまに太宰治賞から芥川賞の候補に出ることもあるし、例えばね、今村夏子さんなんかは太宰治賞出身で、津村菊子さんとかもね、太宰治賞出身なので、結構有名なね、人が輩出されているところはあります。ただちょっとプラスアルファぐらいのイメージはね、ちょっとあるんですよ、僕の中でね。はい。なんでかっていうとね、千曲書房は純文学の雑誌がないんですね。雑誌からね、候補になるってことは多いんですけど、千曲書房は雑誌がないのでね、この太宰治賞とかだったら結構芥川賞候補なんだけど、それ以外は基本的にはないんですよね、千曲書房からね。ですので、まあまあちょっとマイナーなところ、しかし完全にマイナーではないっていうところが太宰治賞で、僕もね、そんなに太宰治賞のね、本ね、集めきれてないんですよ。で、高いやつはね、とことん高くなっちゃうし、太宰治賞ってね、途中で一回なくなっちゃったんですよ。1970何年とかに一回廃止されたんですよ。で、そっから90何年かな、80何年か90何年かに復活したんですよ。で、復活したやつが結構10年とか15年とか続いているので、そういうところもあるんですよ。千曲書房ってさ、結構いい本出すんだけどね、なかなかそういうところ厳しいのかな、ちょっとわかりませんけどね。で、この楽園のね、あらすじ言っていきますけど、主人公がいてもう30歳なんですね。で、30歳の男の人がね、警備会社かなんかで働いてんだけど、もうね、適当なんですよ。適当っていうのは、もう生きる意味みたいのがあんまりなくて、警備会社もね、募ってたから、まあ、とりあえずお金も欲しいし、行くかみたいな。毎日パチスロみたいな行って、お金吸ったりするんですよ。で、タバコもプカプカ吸ってね。で、俺って何の意味があるんだろうみたいな。生きてる意味あんだろうとか思うわけ。そしたらね、なんか田舎のおじいさんから手紙かなんかがやってきて、ね、お前に受け継ぎたいものがあると。ね、継承したいものがあるというので、なんか田舎の方に行くんです、主人公が。そしたらもう田舎っていうのは、なんか廃村なんですよ。廃村に行くんですよ。この小説って結構ね、案外ラフで、純文学っていうよりかは、どちらかというと児童小説みたいな、そんなにね、込み入った複雑な話じゃないんです。めちゃくちゃわかりやすいんです。で、その児童小説のように、語り方もラフで、ね、ホラーゲームじゃないんだからとか言ったりするんですよ。普通の純文学だって絶対言わないと思う。僕だったら消すもん。そういうタッチで描かれるんですけどね。でも廃村に行って、おじいさんしかいないんですよ。で、そのおじいさんに話しかけると、もう携帯もね、電波届いてないんですよ。そんなある今。今結構さ、どこでも Wi-Fi みたいなやつでさ、どこ行っても Wi-Fi 使えるのにさ、廃村でさ、県外ってことあんのかな？ミステリーとかでも閉じ込められてね、クローズドサークルになって携帯使えませんみたいな、あるけど、今後もっと通信速度とか Wi-Fi とかそういうのがどんどん増えたら、クローズドサークル崩壊すると思うんですけどね。どうするんでしょうね、ミステリー作家ね。おじいさんがなんか花を育ててるんですよ。で、そこの廃村もなんか南国のね、花みたいなやつがめちゃくちゃ生えていて、まあ、ジャングルみたいになってんので、その花があって、この花はもうすごい花なんだと。で、もうちょっとしたら咲くから、お前も
一緒にいてくれっていうわけ、ね、で5日、ね、5日後ぐらいに多分咲くからね、お前もこの村に残って一緒に見ようじゃないかとか言うの。でも主人公は警備の会社がねあるから、もう5日間もね休み取れないわけで、電話してももう通じないし、でバスに乗ってね帰ろうかなと思うわけ。主人公もめんどくせえと思って帰れないんですね。もうそれこそホラーゲームかもしれないけど、もうなんか村から出てもぐるぐる回ってまた村に帰ってくるっていう、それこそクローズドサークルだけど、でそれでもう仕方ねえなって言って仕事ね穴を開けるけど仕方ねえなと思って一緒に花を見ると、その時のおじいさんが昔のことを教えてくれるんですよ。で俺は戦争に行ってなとか言ってくれるんです。だから戦争の話が入ってくるんです。戦争に行って東南アジアの国で俺たちは戦争したんだみたいな話なんですよ。でその時面白いのはお前の記憶なんだと、それはお前の記憶なんだって言って、お前は昔戦争行っただろうとか言って、でも主人公はもう若いから戦争なんか行ったことないのに、おじいさんがずっとお前の記憶だ、これはお前の記憶だとか言ってくるので、戦争でこういうことがあって現地の人とねこういう触れ合いとかしてね、戦争だから人も殺してみたいな話をずっとするんですよ。で主人公も途中であれこれ俺の記憶かなみたいな、まあ、記憶が混ざっていく感じがあるんですね。でその時に花が咲く咲かないとかいう日になった時に何か事件が起こってと、もしくはそのおじいさんは実はもっと謎があってみたいな、おじいさんの謎っていうのも一つあるんです。でそれが主人公が解いていくみたいな話なんですけどね、戦争の記憶みたいのをね継承するみたいな話はもう昔からあってね、今なんか令和でさ戦争行ってるさおじいさんおばあさんっていうのもほとんどいなくなってきてると思うんですね、まあ、時代的なもんでね。でそのそれを小説に残すっていうところが、まあ、よくあるテーマなんだけどっていうところで、これはやっぱり児童小説なのかなっていう感じはしますね。そういった意味ではね、うん、結構年齢層低めでも読みやすいっていうところで、なんでかっていうとこれ文字めっちゃでかいんですよ。これもうねこんな感じなんですよ。ページもね145ページで、あとね単行本では珍しい後書きも入ってるんですけど、登場人物もねほとんどいないんですよ。何人かいるそらね。そう思うと純文学の読みやすい版みたいなところかな。この楽園を読んでね、児童文学の流れから純文学に入っていけるみたいな、そういうことをやってんのかなと。でもまあ奥泉光さんがねやっぱ躍動感があふれているとね書かれているのでね、うん、この太平洋戦争の記憶とか老人が啓太に託したかったものとかね、結構さ沖縄とか行ってみたいんですよ。もしくは広島とかで、結構さ広島だったらさ原爆ドームとかあるでしょ。沖縄だって戦争記念館みたいなあるわけじゃないですか。で僕行ってみたいなと思う。結構子供が行ってさトラウマになるからもう行くなみたいなさクレーム来たりするでしょ。大人のためのやつなんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。僕結構行ってみたいわ戦争記念館。昔僕は大阪に住んでたので、大阪って大阪空襲があるので、結構遠足とかでね空襲展覧会みたいなのあるわけですよ。でそれよく行ってましたね。結構さ子供って分かんないと思うんだよね。小学生ぐらいだったらまだ分かんないと思うんだけど、戦争に対してどうだろうか。大人がもっと知るべきじゃないの、そういうのは。子供ってね裸足のゲーム読んでもよく分かんないと思うんだよね。で裸足のゲームも学校に置くなみたいな、グロテスクだから置くなとか言うけど、大人が読むもんじゃないのかな、どうだろうか。はい、ということで、まあ今日はね、夜釣り16さんのね、楽園でした。ね、ありがとうございました。ではでは、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。